皆さんおはようございます。青木です。今日は、プッチーニのアリ、あ、そう、歌劇ジャニスティックよりアリや私のお父さんを演奏したいと思います。長かったですね。まあ要は私のお父さんを弾くんだなと思っていただければ、ジャコモ・プッチーニといえば、超絶有名なオペラの作曲家なんですけども、1858年から1924年まで、活躍生きられた作曲家です。ラブ・ウェイムだったり、トスカだったり、蝶々夫人だったり、トゥーランドだったり、そしてジャニーズ・キキだったり、もう名作が目白押しで、もう絶対に皆さん聞いたことのある曲ばっかりの作ったメロディーメーカーの作曲家なんですけども、このジャニス・キッキという歌劇は1918年頃に、オルツァーノっていう人が書いた脚本、ジャニス・キッキにプッチーニが音楽をつけたものです。内容としてはまあ正直言ってあんまくだらないんですけど、大富豪の遺産をめぐって若い男女の恋、心の恋の様子も描き、コミカルに書いた喜劇、まあ、彼の中で喜劇はこれだけというふうに言われているんですけども、まあ、これは、13世紀のフィレンツェが舞台で、このダンテの新曲の地獄編の一節に由来したものと言われてますけれども、大富豪が亡くなる、で遺産の問題が発生して、その解決をジャニス・キッキっていう人にお願いをするんだけども、結局ジャニス・キッキはうまいことやって自分のものにしてしまうみたいなところがあって、その中にラウレッタ、ジャニス・キッキの娘のラウレッタの恋の様子が書かれてるんですけども、その曲です。彼女が結婚したい相手がいたんだけども、そのお許しを請うためにお父さんに訴えかける歌で、私あの人めっちゃ好きやから、結婚させてほしいと。で、ポルタロッサっていうフィレンツェの中心街のところに指輪買いに行きたいから、もう行きたいんだってみたいな。で、もしも許してくれんのだったら飛び降りるわ、ポンテ別居から。ポンテ別居っていう橋、橋からポンテ橋、じゃあ別居橋っていう橋から飛び降りたるって言って、まあすごい強気ですよね、で、あのね、フィレンツェ一人旅で行ったんですよ。っていうのもやっぱその頃ロンドンにいた時にオペラ、歌の人の伴奏することがすごく多かったから、オペラとは何ぞやと思って、その場に行ってみると気が済まんと思って行って、フィレンツェプラ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 2、3日プラプラしてたのかな、私もういろんなとこ行ったけど、やっぱりこの曲大好きだからポンテベッキョも行ったんですよね。むっちゃ汚かった、写真出るかな、ラストも、むっちゃ汚かったです。飛んでラブレター飛び込んじゃダメ、死ぬからと思って、まあね、昔は綺麗だったのかもしれないけど、でもそのフィレンツェってオペラの発祥の地だからあっちなんですけど、私もあまり詳しくはないんだけど、なんか言葉では言い表せないんですけど、あ、なんかわかる、この陽気さだったり、陽気さと明るかさって一緒かな、はつらつとした感じだったり、まあ天候も良かったからかもしれないけど、その日差しだったり空気だったり、あ、オペラ生まれたんだなっていうのがすごくわかる土地でした。あと、食べ物が美味しかったです。あと何だろう。なんか思い出あるかな、イタリア。あるとは思うんですけど、いかんせん一人でフラフラしてたかな。もう、本当にそれこそまた貧乏だったから3万歩ぐらい歩いて、バスとかタクシーとか乗れないから、歩いて歩いて、本当にフィレンツェの至るところに行って、景色を見て、帰ってきたんですけど、楽しかったな。どっちかっていうと一人旅好きなんですよね、皆さんはどちらですか、そんなことはさておき演奏したいと思います。どうぞ。
Thank you.